クジラの骨格標本ゲイ骨は、クジラの骨、歯を指す言葉である。また、鉱物に痴漢されて化石化したものも、慣習的に骨として、これを含む。なお、クジラヒゲは、皮膚が変化したものであり、厳密には、歯ではないので、ゲイ骨には含まれない。古来、世界各地の海浜地域で、海産物として様々に利用されてきたことが、遺跡や貝塚から判明している。 また、その大きさから比較的保存性が高く、世界中で多数の骨と化石が発掘されている。全体において、陸生の放乳類と比較すると、泳ぐ上で重要な前足の子骨や前子骨から、肩甲骨と腰椎から、オシいは発達しているが、それ以外の様々な部位で扁平になっていたり、骨の断面形状が単純化されており、部位ごとの個数も少ない傾向にある。 陸性哺乳類の骨は重力などによる応力に適応して負担の多い部分と少ない部分の違いが明確になっているが、クジラの骨は水中生活による浮力によりその必要がないことも骨の扁平や単純化の一端になっている。各部においては水中生活で獲得された特徴として呼吸をするときに随時頭をもたげる必要がないように テレスコーピングと呼ばれる尾光の位置が頭蓋骨の頭頂部より後方へ移動する現象が起きている。このことによって頭を動かす必要がなくなり、頸椎は哺乳類の特徴である7個であるが、体調に比して短めになっていて、ほとんど動かすことができなくなっている。頸椎が固定され、短くなることは、腰椎からおしにかけての発達により、推進力をおひれに集中しているため、 頭が触れると効率が悪いので、これらの現象は水中を進む上で都合が良いと考えられている。また、水の抵抗を減らすため、突起物や体表面積を減少させる必要や、おひれに推進力を集中させることで、講師の必要性もなくなると,とともに、推進力のようとなる腰椎に大きな骨盤が接近していては、 可動性の向上や重量による負担の軽減という観点からも効率が悪いため骨盤と後足の骨が一体となって棒状に小さくなりなおかつ脊椎から離れたところに痕跡として残っているその他のクジラについての生態は別項目クジラを参照発見の経緯と学術的考察編集芸骨生物群集とは死んだクジラが海底に沈んだ時 その以外及び腐敗の過程で発生する硫化水素を栄養源とする特定の生物が集まり、食物網やエネルギー循環を形成した生物群集を指す。1987年、アメリカの深海探査船アルビン号によってサンタカタリーナ海盆の水深1240メートル地点で発見された閉じた生物環境である。日本近海では百九十二年に、 小笠原諸島沖の海底で発見された。ゲイ骨生物群衆は化学合成生物群衆の一つで、海底火山の熱水噴出口周辺に形成される生物群と同じように、硫化水素還元反応による嫌気性環境のエネルギー循環倍を増すと理解されている。熱水噴出口に形成されるチムニーとは異なり、 チューブワームは少なく、ヒラの枕などの二枚貝やエビ類が多く見られ、コトクラゲのようにゲイコツに集まる生物を捕食するものもある。化学合成細菌が共生する誤解の一種や、通常は正常な水域に住むナメクジウオの新種など、様々な新種の生物が発見されている。発生の過程と生物群の詳細、編集人間が利用するゲイコツは、 基本的に捕鯨や座礁したクジラを解体して得られるものであるが、意外としての鯨骨は、クジラの自然死の後に海底へ沈み、ヌタウナギや一部のサメ類や、ダンゴムシやフナムシに、類縁の海生種であるオオムソクムシなどの当脚類、タラバガニに、近縁のエゾイバラガニやタカアシガニなどといった、カニ類、等々の深海の死クスなどによって食べられ、生物分解されることによって生じる。 群がる生物は時間とともに変化する。死にくすなどにあらかた肉を食べられた後には、チューブアームに近縁の骨食い花虫が群がり、ゲイ骨が硫化水素を放つようになると、ゲイ骨生物群衆が生じる。やがては、硫化水素を放ちながらゲイ骨は徐々に朽ちていく。最後には小になり、深海生物の絶好の住み所となる。ドルドンの骨格標本。 比較的に原尊種より、後ろ足の形状が保たれている。その他の詳細は、別項目、ゲイ骨生物群衆を参照。クジラの進化系統は、幻ゲ藝ゲ類と、幻藝類より、原始的な化石種群である、ラクジラ目途で構成されている。ゲイ骨における古代種の定義の条件は、玉、ま、ひずめめの骨格の特徴を持つことや、 内耳骨が骨伝導を基本とした構造になっていることなどが挙げられる。その他の詳細は別項目、腹クジラー目を参照。境界とクジラの骨のアーチ欧米では中世から近代において捕鯨を行ってきたが、その利用は油の採取が主であり、鯨骨の利用はほとんどされていなかった。しかし、日本をはじめ海洋性の東南アジア及び、 ポリネシアの人々や北極圏に近い北米先住民は余すところなくクジラを利用してきたためゲイコツも多岐に利用してきた歴史と文化がある。道具日本では縄文時代から小型のハクジラを中心に積極的捕鯨が行われており捕獲の経緯は諸説あるが大型のクジラ類の骨も出土している。これらの骨は加工され様々な形で利用されておりやもり アワビオコなどの漁具から防水車や積水を利用した回転台などの生活用具まで多岐にわたる。資源その後、11世紀頃を皮切りに世界中で大型のクジラに対して積極的捕鯨が行われ、ゲイコ骨の利用がされるようになった。日本での主な利用としては大量の脂肪分を含んでいるので抽出できる油から投下用の燃料や農薬として利用されてきた。 また、絞った残りカスのゲイコツは細かく粉砕して、肥料とした。クジラの骨でできた、イグルー建築資材、カナダやアメリカなどに暮らすイヌイットは、イグルーと呼ばれる家に住むが、夏用のアザラシや生打ちの皮を利用したテントと、冬用の半地下、または、組石像の外壁で作られ、屋根には板や皮を張ってその上に、土、芝土、苔などで覆い、 寒さ対策の前室を備えた住居がある。木などの植物が育たない地域で暮らしているので、これらの住居の骨組みとして、柱や梁に流木やクジラの骨が利用されている。ちなみに、イグルーという名称で、馴染み深い圧雪をブロック状に切り出し積み上げた丸いドームの家は、カナダのイヌイットだけが作る、狩猟の旅先での仮の住居である。 その他のクジラに関する産業は別項目、捕鯨、鯨肉、クジラヒゲ鯨油を参照。戦史時代から世界各地の海浜地域でクジラの骨やその他の動物の骨や角は生活の道具や狩猟具、虚具として利用されてきたが、世界の海塚の歴史からも時代とともにクジラ類などの海産物を生活の糧にする傾向が薄れていることが分かっており、 その後の狩猟から農耕への移行や、金属機などの発達も骨格機の利用の減少の原因となっている。これらのことにより、日本や一部の北極圏の少数民族、その他の東南アジアや南洋諸島の原住民以外では、芸骨との関わりは11世紀から始まる、組織捕鯨まで途絶える。しかし日本は農耕の電波が遅かったことと、 海に囲まれているという地理的特性もあって、小型種に対しては、能動的な捕鯨が太古から続けられ、大型種に対しては、突発的な受動的捕鯨や、追い込み量による座礁捕獲が行われてきた。そして、日本人の価値観や宗教観から、クジラ文化及び、捕鯨文化と呼ばれる、食文化、クジラ絵巻などの芸術にクジラ踊り、クジラ歌などの芸能を。 クジラ両心事やクジラク要塞などの祭礼が誕生し、その中で、芸骨は様々な形で利用されている。夏季期,期日以外の芸食文化は、別項目、芸肉を参照。夏季期,期日以外のクジラや捕鯨に関する文化及び、クジラ別行在庫については、捕鯨文化を参照のこと。芸骨料理、編集クジラの骨は食用には向かないが、軟骨は食用になり、 現在でもクジラ料理として出されるものとしてカブボネと呼ばれるクジラの頭の軟骨部分があり、魚のそれと同じく俗称でヒズとも呼ばれる。古くは遠方2年江戸料理集の中で紹介されており、その他にも寒栄元年河川の組糸や法歴12年の混立船など多数存在し、細く削って乾燥したカス漬けや酒漬け、 塩蔵など加工したものを三杯すや刺身、汁物にしたものなど、加工法も調理法も多岐にわたる。クジラ在庫、編集クジラ在庫とは、芸骨のみならずハクジラの刃も加工した工芸品とその技術を指す。芸骨刀剣縄文時代から生活必需品として芸骨の利用があったが、装飾品と見られる芸骨製の刀剣が日本各地の遺跡から見つかっている。 青森県青森市の三内丸山遺跡では、クジラの骨刀、長崎県壱岐市の原の辻遺跡から、芸骨生骨剣、遠方4年建立された青森県上北郡7戸、町見町の未間の運動には、芸骨生生流刀芸骨などがあり、形状も時代も様々である。このような技術が、継続的に伝承されたかは定かでないが、江戸時代からの組織捕鯨の産業化に伴い、 クジラ細工という工芸品が巷に流通し産業となった。日本のクジラ細工の用途世界各地のクジラ細工カナダやアメリカの先住民であり、北極圏に住む犬イイッとは古くから捕鯨を生活の糧としてきた。クジラの骨も狩猟具として加工してきた歴史があり、近年においては怪獣類やクジラの骨や葉を利用した工芸品を作成していて、 その芸術性が高く評価されている。また、数少ない現金収入の手段ともなっているが、原材料の骨や葉は捕獲禁止がなされた種もあり、材料の入手が困難になっているものもある。フランクスカスケット、フランクスカスケット一世紀に起こった、ユダヤ戦争の様子が浮き彫りにされている。イギリス、大英博物館所蔵、ニュージーランドのマオリ族も伝承によれば、 約500年前にはすでに座礁したクジラの利用がされており、日本などと同様に食料や油の利用からクジラの骨を狩猟具として加工してきた歴史があり、現在も残詞としての骨や葉を工芸品として加工し販売している。ただし、ニュージーランド政府は捕鯨反対の立場から座礁クジラの利用を認めておらず、イヌイット同様に材料の入手が困難になっている。 フランクスカスケットは、アウゾン・ルーニック・キャスケット、アウゾン・キャスケット、アウゾン、フランクス・キャスケット、フランクの小さな棺などといった画章でも呼ばれる、ルーン文字の記された、ドイツの北東部で発掘された七世紀の古代の遺物である。不明な部分の多いルーン文字の体系の研究資料であり、クジラの骨でできており、精巧な装飾も施されている。と、自社、 編集クジラの供養や祭りために意外や身体として芸骨を埋めることはクジラ塚やクジラバカなどに代表され日本各地で見られるがここでは芸骨自体が一種のモニュメントを兼ねている寺や神社などを記述する宗教的な意味合いはないがクジラの生息域である南北極圏に近いキリスト教の教会にも門の装飾やモニュメントとして クジラの骨が飾られている事例がある。神社クジラ鳥居戦前の四古丹神社、クジラ鳥居とは、神社の鳥居が、クジラの骨でできている鳥居である。日本で最古のものは、和歌山県大地町のエビスの宮の鳥居である。このことは、伊原西閣の日本永代蔵ら状況5年観光に、キロ、大港大地という里の祭祀の歌ヘリこのところは、繁盛にして、 若松村につける中に、クジラエビスの宮をイハヒトリーにその魚の、洞骨立師に高さ三畳ばかりもありぬべしと、記述があり、状況5年以前から存在していたことがわかる。他には、長崎県有川町の街道神社に、クジラトリーがあり、昭和48年に、日東捕鯨株式会社によって奉納されたが、記録によれば、現在のトリーは3代目であり、それ以前は、 どのような材料で鳥居が作られていたか判明していない。これらが現在、日本にあるクジラ鳥居のすべてであるが、当時日本統治下の台湾の最南端のガラン花にあったガラン美神社、またはカラフトにあったサツトウヤビス神社、北方領土のシコタン島のシコタン神社の3箇所にクジラ鳥居があった。以上の5箇所はそれぞれに捕鯨に直接的、または 捕芸基地などの間接的に関わる場所である。クジラ絵馬愛媛県川野江市の川野江八幡神社にあり、川野江市で文久3年12月に体長7メートルと11メートルの2頭の国ク,クジラが捕獲された。その捕らえたクジラの肩甲骨にクジラと大きく筆で記した芸骨絵馬が奉納されている。ジーンクジラ橋行クジラ橋大阪市。 東淀川阿ー津ズの天然山随行寺にあり、雪クジラ橋という欄干が、クジラの骨で作られた橋がある。法歴6年に建造されたもので、現在まで欄干は6度架け替えられている。詳しくは、雪クジラ橋を参照のこと。クジラ外は、新潟県佐渡市両津大あざ片にある。ここには、万円元年に流れ着いた流すクジラを供養した、 海洋妙王神力クジラ海妙村中という一文が地蔵院の過去帳に記されており、海妙からメスのクジラと思われる。また、そのクジラの骨そのものでできていて高さ4メートルにもなる。平成15年にはゴンドウクジラが流れ着き、その骨を近隣の児童がここに埋葬した。教会礼拝堂とクジラの骨のアーチ門、フォークランド諸島にある世界最南端の キリスト教会大聖堂には、1933年に2頭の白長スクジラの骨で作られたアーチのモニュメントがあり、捕鯨基地に近いことから、このようなものが作られ、フォークランド諸島ポンド社兵の裏面に掲載されている。スコットランドのルイス島の西側にあるブレガーという、村のジョン・バプティスト礼拝堂の入り口の門には、付近で座礁した白長スクジラの顎の骨が飾られている。書籍。 編集芸骨に関わる歴史的書物や文献。芸骨の学術的施設、編集日本、編集クジラの骨格標本を展示している。主な施設大阪市立自然史博物館、日本国内産としては、最大の全長19メートルのオスの長スクジラの骨格標本を展示している。国立科学博物館マッコウクジラ、ミンククジラ、ほか、 ミンククジラの顎の骨の稼働する様子を再現した展示もある。胎児調律クジラの博物館シロナガスクジラ、イチョウハクジラ、セミクジラ、ほか、クジラの標本が数多く展示されている。クジラと海の科学館マッコウクジラ、ミンククジラ、全長16メートルの巨大なオスのマッコウクジラの骨格標本を展示。千葉県立中央博物館土クジラ、コビレゴンドウ。 マダライルカ、スナメリ、ほか、ハクジラとヒゲクジラの両方の骨格標本が展示されており、双方の異がよくわかるようになっている。ゲイコツ生物群集の生態展示をしている、施設新江の島水族館マッコウクジラの背骨とそれに、つく生物の展示。日本以外、編集ノースカロライナ博物館アメリカ、合衆国ノースカロライナ州ローリー。本校最上段。 右の画像を参照。ありがとうございます。